イトキン株式会社は東京都渋谷区に本社を置く婦人服を中心とした医療品の製造販売企業である。1950年創業。2016年よりインテグラル株式会社の参加。創業者の辻村金吾が1950年大阪、船場に株式会社イトキン商店を創業。当時の船場は繊維業の中心地でもあり、同業者を 糸屋と呼ぶ習慣があったことから、糸屋の金吾さんという故障がつき、やがてそこから社名が糸金と命名されることになる。その後、国内各地に工場を構え、海外企業並びにブランドとの提携を開始。1980年代には、香港に事務所を設立したのを皮切りに海外に複数の拠点を置く。 かつては1990年代中期まで TBS ラジオや東海ラジオ、RKB ラジオなどのラジオ局を中心に世界のファッション、イトキンという2秒から5秒のラジオ CM を放送していたことでも知られる。展開するブランドは AVV、百貨店向けのミッシェルクラン、シビラ、ジャンニロデディチェなどグループ企業も合わせると20ブランドに及ぶ。 2016年2月に投資会社のインテグラルの参加となり、社長の辻村昭をはじめ創業家は、経営から退き、副社長だった前田和久が社長に就任。インテグラル側からは、会長と取締役二人が就任。ありがとうございます。